海保の巡視船の中で、最大級と呼び名の高い朝月が、無事に就役しました。今回は、巡視船朝月について見ていきたいと思います。中国の艦艇が出没して、一触即発状況の尖閣諸島警備に、強い味方が現れたと感じる人も多いのではないでしょうか。日本人にとっては、改めて言う必要もありませんが、尖閣諸島は日本固有の領土です。しかし、その近海では、中国海峡局の艦艇が、うろうろして、領海侵入を繰り返していることも、紛れもない事実です。最近は、侵入させる船の数が増えていますし、行動範囲が日に日に拡大していることも明らかです。2021年11月12日、レ・イメイ型巡視船朝月が、山口県市下関市の三菱造船ユーラ工場から引き渡され、就役した海上保安庁から発表がありました。海保が保有する巡視船として最大級のも逃れ黎明型巡視船です。朝月はこの黎明型の3番艦として2017年度に予算が計上されました。2年後の2019年2月25日に起工し、翌2020年12月15日に浸水を終えた後、偽装を進めていたのです。引き渡し式が終わって、海上保安庁の旗を掲げた朝月は、尖閣諸島を管轄する第11管区海所保安部石垣海上保安部に配属予定ということです。ちなみに、黎明型巡視船の名前は、黎明、朝月など、気象に関した名前で統一されているようです。では、黎明型巡視船の初舷を紹介しますね。基準排水量は6500トンですから、大型艦艇と言えましょう。全長 150.0m、最大幅 17.0m です。兵装として、5フォース70口径 40mm 単装機銃2機、20mm 多重新機銃 M61 バルカン2機を備えています。他に停船命令等表示装置、遠隔監視彩り小装置、遠隔放水銃なども備えているそうです。巡視船が大型化すると、航行期間を長くできますし、冬場に荒れる海域であっても、航行性能が安定することにつながります。その他にも、搭載ヘリコプターを大型化できますし、同時に搭載数を増やせるというメリットも考えられます。でも、その分建造にかかる経費も増大化することになるのでしょう。朝月に搭載されるヘリコプターは、通常チュラワシという愛称で親しまれている、ユーロコプター EC-225 シュペルピューマムキータスが1機ということですが、格納庫や飛行甲板などに、マックス2機搭載可能な設計となっているようです。尖閣諸島の接続海域や日本領海にまで、侵入を繰り返す中国海峡局艦艇は、常時4隻で航行しているようです。最近は、艦艇数の増加だけでなく、船体の大型化も目立つようになりました。一例ですが、5000トンから12000トン級のヘリコプター搭載哨戒船が送り込まれている状況なのです。こういった中国艦艇は、すべて 76mm 速射砲や多数の機関銃を備えており、重武装化された船と言っていいでしょう。対応する第11管区海所保安部には、尖閣領海警備専従部隊の1000トン巡視船が12隻配備されているのですが、海保の艦艇は軽武装ですから、中国艦艇に対峙するのは、なかなか難しいというより、不可能とまで思われつつありました。しかし、今まで尖閣諸島に出向いていた、鹿児島上保安部配備の6500トン級巡視船4隻に加え、新たに、
石垣海上保安部に朝月が配備されたことで、現場の負担が軽減されるのではないかと期待されています。第11管区海上保安部にこれまで配備されていた艦艇ですが、那覇海上保安部のヘリコプター搭載型巡視船ウルマ、沖縄、琉球の3隻です。名前の由来は沖縄の地名ですね。これらの3隻は、シコルスキー S76D 中型ヘリコプター1機を搭載、運用する能力しか持っていなかったのです。そこへ、より大型のヘリコプター2機を運用できる、朝月が加わったことで、沖縄周辺海域の警備救難能力が大きく向上すると、海保では大きな期待をかけているそうです。朝月の田代英一船長の言葉を紹介します。中国海峡局艦艇は、大型化や重武装化を進めて、強力になったが、我が国の領土と領海を守り抜くため、現場では、冷静かつ、毅然と対応していきたいとのことでした。近年、中国の南シナ海の領海化を目指した海洋進出は、ますます露骨になってきました。南シナ海だけでなく東シナ海の尖閣諸島でも、海峡局艦艇の G 活動が激しくなってきていますし、海上保安庁所有の巡視船数では、対応が困難になっているようです。海保は、巡視船の数を増やして対応したいと考えているようですが、中国海峡局艦艇は、年々大型化し、かつ著しく重ね武装化しているので、日中の力の差は、開くばかりでした。つまり、海上保安庁の負担が重くなる一方だったのです。そのため、防衛省防衛装備庁は、海保巡視船を支援する目的で、基準排水量1900トン、全長 90m ほどの哨戒艦12隻を建造すると決定し、建造を担う国内企業の募集を開始しました。この哨戒艦の基本設計について、2022年度防衛予算で、4億円の概算要求を行う予定とされています。運用の構想、哨戒艦の性能、搭載備品などの企画提案書を、2022年3月までに提出し、5月には、随意契約先の企業を決定するそうです。随意契約より、一般契約の方が安価ではないかと思うのですが、特殊な内容だから、随意契約にせざるを得ないのでしょうか。さて、一番艦の収益は、2026年度と見込んでいるそうですが、かなり急ピッチで作ろうとしていると感じます。原資は税金でしょうが、慎重に使ってほしいものです。この哨戒艦に対する、防衛装備庁の要求内容は公表されていませんが、尖閣諸島などへの対応を踏まえて、日本近海で長期間活動できる、航続力や乗員の居住性も要求すると推測されます。その他に、海事における人員不足にも配慮した消費とかも当然求められると見られますから、現在、建造中のもが、身型護衛艦での精進化技術やノウハウを応用することで、数十人程度の乗員でも送還できることが求められると思われるのです。武装などについては、企画提案書が採用されてから公表されると思われますが、日本の国内法上、自衛隊以上に武力行使が難しいとされる海保の巡視艇を、重武装の中国艦艇から守るために、対艦ミサイルなどを搭載すると見られています。その他にも、レーダーやソナーの性能は言うまでもなく、無線通信について、高性能機器を備えて、巡視船との連携をより強化すると同時に、不審船を監視、追跡するため、無人機も搭載すると考えられます。2018年、中国海峡局は、中国中央軍事委員会管理下の武装警察の下に入りました。
以前は軍隊組織ではなかったのですが、これ以来、中国海軍将官が指揮を執る準海軍とも呼べるような組織になったのです。尖閣諸島に出没する海峡局艦艇も、海軍並みの艦隊行動で、接続水域や領海への侵入を繰り返しているのです。2年後の2020年11月開催された中国全国人民代表大会では、海峡法の改正案が提出され、2021年2月1日に施行されました。その内容は、外国船が中国の管轄する海域で違法に活動し、中国の停船命令に従わない場合は、武器を使うというものでした。尖閣諸島を中国領と言い張る中国国内法により、尖閣諸島で出漁している日本漁船や巡視船を海峡局艦艇が攻撃する恐れが生じたのです。国内法ですから、国際的に通じる法律ではありません。しかし、国内法だろうと外国へ押し付けるのが、4000年の歴史を誇る中国ですよね。ここで問題になるのが、巡視船が武器を使用する海峡局艦艇に対して武器で反撃することができないということです。その理由は、海上保安庁法第20条2に、他に手段がないと信じられる、相当な理由があるとき、事態に応じて、合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することはできるが、外国船舶、軍艦、及び各国政府が所有し、または運航する船舶で、非商業的目的のみに使用されるものを除くと、規定されているからです。要するに、現状では、尖閣諸島近海で、日本漁船、もしくは自船が攻撃され、海上警備行動が発令されたとしても、相手が中国海峡局艦艇である以上、巡視船は武器を使用できず、退避するより方法がないということなのです。しかし、これでは、漁師の人たちにとっては、理不尽極まりないことです。命の危険を感じながら、漁業をすることは割に合わないと、廃業する人も出てくるかもしれません。だからこそ、海上保安庁法第20条2の改正し、海峡局艦艇から攻撃された場合には、反撃が可能になるようにするべきという意見があるのです。しかし、同調する動きは、ほとんど見られません。中国に対して強硬な言動を吐く国会議員も多いようですが、自分自身が盾となって現場に出張るという気概を持つ議員はいないようです。海自は自衛隊法の縛りがあるとはいえ、20条の2を改正したら、日本漁船や巡視船が攻撃を受け、場合、海上警備行動あるいは防衛出動によって武器を使用、海峡局艦艇を攻撃することが可能になります。護衛艦より小回りが利く哨戒艦をなるべく早く作って、海保の尖閣諸島警備のサポート体制を一日も早く作り上げることが必要ではないか考えられます。